チャオーあっちゃんです。今日10月31日ハロウィンのあっちゃんちの晩ご飯です。今7時前、はい、では作っていきたいと思います。まずフライパンに、この前ね、焼肉したやつのステーキ余ってんねんね。それの油、ラードを入れていきます。で、お肉を炒めていきます。でね、豚さんいきます。豚さんに、ね、まず豚さんからいきましょう。適当にで炒めていきます。切らへん方にちょっと大きいね。はい、またサランタが足したらいいですね。とりあえずこれでサランタが、はい。で、ここにね、はい、お皿を広げていって、寒いからね、台所行くのいらんからね、ホットプレートで部屋でしたら焼き色ラッキーやからね、はい、で、牛ステーキ、もう横でね、朝まで行っておかなくれた。まで行ってきます。ちょっと一回炒めておいてください。では一緒にこれ炒めておいて、豚な、こうやってこの端で広げて、でこの牛肉も裏返したって焼いておいて、玉ねぎ入れます。切ってきた。はい、どうぞ。これ肉が焼けたらな、塩コショウさっき食べてもいいで。お肉の方が、牛肉の方がな。あんまり炒めたかな、
はいよ。つまみ。この辺これ焼き肉の煮汁が全部垂れてます。ちょっと入れる。ビールは焼き肉を食べる方がいいか。何度か戻そうか。何度かは。よく焼ける野菜は加点で。イカも入れます。カミーしながら美味しいです。その前に塩コショウ。混ぜ混ぜします。豚さんも混ぜてしまいます。玉ねぎとかがね、まだ炒まってないんだけど、熱いから勝手に炒まるでしょ。あ、落ちた。あ、いかもしれない。よっ、どうも。はい、3玉入れます。この食事を見せるようなのはするんです。気づいたのよ。
うどんはほぐれてちょっと水入れたらほぐれるんだけど、ベタベタするからね。うちのうどんはなしでほぐすんだけど、時々ね、白ワインでほぐしたりするんだけどね。ちょっと美味しいんだけどね。光がイカをつまみにする。で、ここに先出した牛肉をちょっと燃やします。もう流せない。いいか、いいか、いつもあれいけない。では醤油で味付けしていきます。もうできるよ。もういいんちゃう？一番いいよ。多分大事ですよ。どう？味を、うん、味見ます。うん、ちょっとネギだよ。完成です。では食べたいと思います。ネギ入れて食べや。ネギ入れて食べ。どうする？どうしたら。いただきます。迷わんで、ね、こうちょっとね、うん、いい感じ、いい感じ。もうちょっと過ぎてね、取れへんやん。なんかギャルトレバーサス巨大チャレンジグルメとか。うん、すごい量、こうパクパク食べてるのは爽快やね。あれが苦手な、あのテレ東系でやってるあの大食いバトル、結構食べ方下品というか、もうなんていうか機械的に頬張って食べて、なんか無理やり食べてる感があるとこ苦手やねんけど、美味しそうで、ギャル曽根ちゃんってなんか美味しそうに食べるやん。
なんか結構好きやねんけど。誰が買ってない。ちょっとおばちゃんにほら、メガネかけて下品な食べ方、あの人みたいなもんちょっと無理って思ってまうんだけどね。すごいね。4.6kg ナポリタン39分38秒で完食、すごいわ。で、おっさんたちは半分も食べられへんかった。4.6kg のパスタ食べたかったら、ただと1000円券プレゼントやって、いっぱいすると4800円って。まあ、ちゃん言ってみれば1キロも無理やわ。フライパンでやるより、ホットプレートでやる方が、ずっと炒めてられるから、麺が、そうこう、ちょっとね、表面焦げ気味までいけるから、美味しい。もう、ベタベタしてへん。ホットプレート買ってよかった。寒いキッチンでね、野菜切るだけで済むし、ね、美味しいの食べられるし、あと片付け楽やし。そう。おかかばこはぐるだ。ゆうし。ゆうし、欲しいな。あてる。欲しい。え？あてるからさ。すごい。うん、あるからさ。うん、どうすんのかなって。誰か食べるから。誰か食べる。でも欲しい。ああ、ゆうし。ああ、車みたいな。え？このまま食べるのに。お母さんそれ食べる好きな人食べる。お母さんそれ食べたいんだから。牛脂好きな人は好きな人多いね。ブレイン。あ、ブレイン。そういえば水曜日マイレントなの。ん？水曜日マイレントなの。水曜日何？マイレントなの。水曜日マイレント？いや、あの、小笠原学生行くとね。あ、おにぎりだけ？おにぎりって言うのか。おにぎりしか、まあ、なんかご飯だけでね。うん。ちょっと待って。弁当箱に入れたの。弁当箱でかかね。弁当箱いいのか。はい。ヒカルはどうな？あとで、弁当箱で。卵を2つとな。卵を作ったな。あ、持ってかなかね。言うと卵といたら。卵焼き。ね、卵焼き。あれ？あの、だし巻き卵置くの？うん。前やったからできる？うん、ボロボロのやつ。まあ、まんまやろ、牛丼かよ。ああ、なにこれ。85センチの超ロングケーキ、ロングロールケーキ、3.8 キロやって。うんやん。成功者0人やって、制限時間20分。いや焦げたことかもしれない。もっと言うやん。今さっきから一回一個も食べてないけど、なんかあらへん。うん、じゃあ俺玉ねぎや。玉ねぎとか食べや、人参とか。いいな、食べや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 、
見に行きたい。行きたくない。ないの。で、スマートフォンね。ライトとエルが出えへんから面白くない。前のライトがかっこいいの。うん。藤原達也。藤原達也君やったっけ。出てるよ。ん？出てんの。あー。なんか僕がキラーだって言ってるところ出てるよ。うん。ライトは。ドラマのあれはキラは赤のアニメはどこはユッキュかわいいなユッキュはかわいいよ。さっきも悪いところないやん、うん。誰？真ん中誰？よしな。名前聞いても分からへんわ。ジョブズって誰？ん？ジョブズって誰？知らん。一番右の人だよ。おっさん？うん。名前的におっさんよ。何もすんの？こうやってやん。これあれやんか。あのあるある言うやつやんか。何それ？うん。何飲ませた？鉄拳。鉄拳ちゃうちゃう。うん、あれやん。RG やん。知らん。うせやん。いや、すごいやろ。こげやで。もういいの？どうかこれ帰ってきて、俺帰ったってカップ麺食べてんね。晩ご飯食べられへん。もう中学の給食少ないよって、うん、お腹減ったって帰ってきて、最近よう食べるわ。クラブするかったらね、クラブはさとか会えるとか聞くけど、クラブもせんと定食になるね。まあ、こっちもさ、何でしょう、もういい？もういい？大丈夫。ちょっとお腹いっぱいになってきた。ひかるまだ食べる？いける？無理？ロールケーキは辛いみたい。
べきれへんかった。なっちゃんも完食しました。いやそれじゃあね、あのタイムアップしてんけど完食するって一生懸命食べてんねあれだけ生クリーム完食した、あれだけ生クリームあったらちょっとしんどいやろね。でも見ててなんか、うん、気持ちいいねはい、ということで、今日のあっちゃん家の晩ご飯は、ホットプレートで焼きうどんでした。これからやもうホットプレートがすごい楽やからね、うん、ホットプレートメニューが増えていくと思います、はい、意外とねお部屋に匂いそんなにつかへんね。まあファブリーズがあるからやけどね、うん、でそんなにね匂いの出るもん作ってないからかなかもわからへん、うん、焼肉が釣りやったらダメやね、うん、部屋が臭くなっちゃうんだけど、だからね部屋によったらわからへんねんけど、お風呂入って戻ってきたら部屋が臭くなってるのわかんねん、うん、でもその前からねそんな大丈夫やったから、うん、一応ね念のためを持ってあの寝る前にはファブリーズするんだけどね、うん、さ着ていった服がねなんか焼肉臭かったりがっかりやしね、うん、と思うから、うん、ということで、引き続きテレビを見ながら、デザートでも食べたいと思います、はい、ではまたね、バイバイ。